水曜中華ラビラユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時の針は11時を回りまして、本日は6月の12日火曜日、旧暦のうちなぐ意味では4月の29日ナトイビンさんお送りしていきます。ユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。いやー、お天気の方も晴れ間が続いて、ご挨拶代わりに来るのは雨は少ないねーって話でしたけど、昨日さーっとちょっとね、降りまして、ちくいむじくいはねやってる、わーって言ったら怒られますね、ちくいむじくいをやってるね皆さん方、はい、農家の皆さん方とかちょっとほっとしたのかなと思われますけど、また、一夜明けましてこの天気でございまして、今日は晴れマーク1本という風になりました。たった今沖縄気象台11発表天気予報によりますと、今日は、北の風はじめやや強く晴れということでございましてね、日中の最高気温も29度ということでございまして、あまり上がらないかなっていうのは北の風のせいかなと思いますけどもね。ちょっと週間天気を見ますと、今週末ね、木曜日からなんですけども、降水確率が 50% と、その後曇り時々雨というようなね、1週間の天気はずっとこう流れてるわけなんですけども、やっとなんかもしかすると、梅雨になるのかなみたいなね、そういう感じがしないでもないですけど、しかしながら、今朝の新聞も拝見しますと、国県のダム沖縄の貯水率は 45%、 45.1% ということでございましてね、軒並みやっぱりこう下がってきているところであります。なかなかこう黙らないのが現状なのかなと思ったりもしますね。離島とかでもね、断水がついているということでございます。どうか皆さん節水を心がけていただきますようによろしくお願いいたします。それではユンタンジャ出番です。1時間お付き合いください。お相手はナクセントマルです。いたしく逃げさめだ。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いください。さあゲストを迎えて1時間です。今日のゲスト、もう本当我々の商工会の皆さん方にとってはすごい話題になっている方なんですけど、時の人をお招きしました。この方でございます。はい、北谷町商工会会長で沖縄県商工会連合会の会長になりました、コメスでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。ようこそいらっしゃいましたユンタンジャまでありがとうございます。今日はあの2階の商工会の職員も背筋をピンとしながら聞いてるんじゃないかなと思いますけどね、はい、そんなことないかもしれないなさあ、そうなんですよ、北谷町の商工会の会長としてこれまでもね、お付き合いいただいてましたけれども、はい、この度沖縄県の商工会連合会の会長ということでございまして、はい、私も初めて三口川でこう商工会の会長をさせていただいたわけなんですが、でも先輩としてもさらにその上のステージに行かれましてはいはい、大変な重責を、ね、思ったより結構大変な感じ正直やっぱりぶっちゃけでもこれって俺もそうですけど、やっぱり副会長としてまでやってきましたけど、会長って思ったよりやっぱり大変だなって、やっぱりみんなやっぱそうなんですね。そうなんですよ。だから単勝で会長やってた時とやっぱり県で会長を預かるって、なんか重責が違いますよね。そうでしょうね。県の今代表になって、そうですよね、しまったので、もうどんな場所においても県商工会連合会会長って席があるわけですからね、まあ一番増えたのが県庁での会議、なるほど、県庁会議室で、まあ今ね知事がちょっとお休みですけど、副知事を相手にしながらの会議とか、商工会茶壇でやってた時はこういうことなかったけどなとかって思いながらでも茶壇町商工会の会長の時はやっぱ茶壇町の庁舎での会議が多くなりますね。お互いそうですけど、役場の会議は結構多いじゃないですか、ね、当て職も多くて、茶壇でも年間200回とかって、出動してたんですけど、
すごいな。やりますよ、ね、中曽根さんも会長だからいやそうなんですか。そうなんですよ、僕らね 100% ボランティアなのになんでこんなに仕事あるのかなとかって思いながら、よく言われるのあんた給料もらってるんでしょとかってよく言われますよね。言われる、お前、FM からも給料もらって商工会からも給料もらうわけで言われますもん、うん、もらってねえしボランティアなんですよねっていう話ですよね。ボランティアでここまでなんでできるの、うん、ってそうなんですよね。僕は今まで国吉会長にずっと言ってましたからね、うん、前会長にそう、もうあと気持ちだから気持ちですよ ね、 本当ですよね。町を起こしたい、良くしたいっていう、うん、はい、そうなんですよ、本当そこなんですよね、はい、そこを本当に一人でも多くの方にこうね分かち合える、そうなんですよ、ね、広げていくっていうのがやっぱり会長職かなと。そうです、だからなるべく前に出て前に出てって、うん、目立ちたがり屋じゃないですよ、うん、そうなんですよね。そうもうそれをどんどん広めていく、うん、ね、今日はそういうお話もできたらいいなって、商工会っていうのは何ぞやっていうところもね、うん、お話ができたらいいなと思うわけなんですけども、はい、でも、まあ、商工会連合会という今、私たち沖縄県で41市町村あるわけなんですけども、はい、その中に、34商工会、商工会あるわけなんですよね、はいはい、34商工会と実は、うん、商工会議所っていうのが4つあって、ああそうかそうか、で、うん、やっぱ大きい、まあ、那覇とか沖縄市、浦添市で宮古島は4つは商工会議所なんですよね、はい、あ、なるほど。でそちらの方はやっぱりちょっと大企業とかも、多かったりするところで、はいはいはい、残りの市町村で、34で商工会があるという形ですね。なるほどなるほど、はい、でも、今県の沖縄県の、まあ、商工会となって、まあ、中小企業というものが、はい、まあ、ベースになっていて、はいはい、今お話のように、はい、まあ那覇市とか大きなところは会議所ということで大手の企業がよく入られているわけなんですけども、やっぱりそこはそこでそれぞれ住み分けがしっかりされていて、我々中小企業という立場がどういうことを今悩んでいるのかなとか、どういうところにするともっと売るのかなって、そういうところが一番メインです。そうですね、まあ、やっぱ商工会一番やっぱ大きい仕事がその経営指導ということで、中小企業の皆さんに巡回も含めて、まあ、そういう指導をしていくということが、商工会の大きな役割と、それとあと、はい、よく言われるのがそのマルケ資金って、ね、うんうん、コウコさんの、ね、はい、低金利の融資が受けられるということで、はいはいはい、これも大きな多分強みになったと思います ね、はい、確かにこの僕も商工会長になって、やっぱり具体的にその、ね、うん、決済の話になった時に、こうやって皆さんお金借りてるんだなって思うと商工会会員って得だなって思いますもんね。そうなんですよね、うん、やっぱりこう低金利で借りることができるということもお話も伺いましたし、あと企業創業とかね、うん、そういうことも相談しながら、そうそうそう、やっぱりその会社、うん、企業を増やしていかないと地元に、うん、やっぱりその人も増えていかないということですから。そうですね、はい、そうそうそう、会長もね、就任なされてから琉球新報さん、それから沖縄タイムさん双方にそれぞれいろんな、質問を投げかけられてお答えになられてましたけど、そんな中でもやっぱりこういろんなこう問題点もやっぱまだまだ沖縄にあると、やっぱり経済潤ってるっていう話をされてるけど、いや実はっていうところもよく話をされてました、うん、そうなんですね、今やっぱりその、うん、よく言われるのはやっぱ観光と建設はね、もう絶好調。そうですね、でまさかこんなに早く900万超えると思うね、うん、もう来年には1000万超えるんじゃないかっていう勢いなんですけれども、はい、やっぱり観光はいいと言われながらも、うん、その他のね業種の皆さんが果たして本当に、うん、自分たち儲かってるなってみんなが感じてるのかなっていうね、うん、そのちょっと格差が出てきてるんじゃないかっていうことと、ね、うん、それとやっぱりその離島を含めて、これは本当に、はい、今確かに石垣はいいんだけど、うん、その他の離島はどうなのかなっていうところなんですよね。だからそういうなんか離島僻地の格差がちょっと増えてきてるんじゃないかなっていう気はしてて、なるほどなるほど、うん、確かにメディア的にその新聞とかいろんなこう情報を拝見しますと、まあ、いいところが取り上げられていて、そこの部分がそう沖縄すごいぞみたいな感じになっている。それによってちょっとどういう効果を起きているかというと、新聞にも会長お話されてましたけど、今度企業からの進出というのが結構あるということで、もう、 うちの茶炭なんか特にそう、あ、飲食店を含めて物販を含めて、はいはいはい、ありがたいことなんですよね、やっぱり茶炭いいところだからと思っていろんな方々がやっぱ出てくるんであるけど、まあ、それに応じてやっぱりその、まあ給料が上がるのはいいんですけど、うん、そこに中小企業が追いついていかない、いけてないっていうね、地元の企業が、なるほど、そういう問題やっぱ起きてきてると思いますね。やっぱり県連会長っていう立場から見ると、やっぱりそこまで本当にこう末端までこう本当に手を差し伸べて、うん、目を配っていく必要性は、うん、そうなんですね、あってくるんだ、うん、そうだから本当10年20年先にまたうちの中ここで仕事ができるのかなっていうね、うん、心配してて、なるほどね、そうですよね、やっぱりもう
特にこう私たち読谷村ですごい言えてることはそのカフェとかすごい小さなその、うんうん、夫婦でやってるお店とかすごい多くなってきて、うん、あの入会率もすごいこういう方々多くなってきてるんですよね、うんうん、でも本当に10年後この人たちが一緒に仕事ができてるのかっていうことの環境づくりっていうのは今から考えておかないといけない、うん、そうなんですよね本当に、うん、だから 今はいいけど本当にあと10年、うん、20年先ね何回も言うけどどうなってるのかなっていうのはずっとちょっとイメージしないと、ね、とは思ってますね、うんね、あの本当に観光建設っていう時代にそうした形でこう軒並み高まっては来てるんだけどもやっぱりそこだけを見ているとちょっと心配だよねっていう、うん、それともう一つ問題が、うん、今回ほら橋かかったでしょ、ありましたね、そういう風評もね今日新聞出てたけどやっぱり何億ってね、うん、そう4億とかでしたか、ね、くしゃみ一つで風邪ひくっていうまさにだからやっぱり偏ったその景況というか公共というのはやっぱり何かいつかどっかでつまずく可能性があるからやっぱりバランスのいい経済発展というのはみんなで考えないといけないと思いますよ ね、うん、確かに商工会はまさにそれですよね、うんうん、あの観光業だけが商工会の会員ではないわけですからそうなんですよ ね、うん、ねいろんなジャンルの方々と同時にボトムアップしていかないといけないという、うんうん、あそういうところやっぱりでもこれはある意味そもそも茶壇町の商工会長としてあの席を置いていたわけですから、まあ、今も現在もそうなんですけどもあのやっぱりそのなんていうんですかねあの縮図的な形で茶壇を見ていた、うん、あるじゃないですか沖縄県が見えるだから、まあ、よく言われるのはあんたたち勝ち組だからって茶壇町言われるわけ、うん、あなるほどねそうそうそうだけどやっぱりその一番問題抱えてるのがその産業構造のあの偏り 85% がサービス業っていう三次産業っていう製造業農業がないっていうはいはいはい特に農業はもうゼロなんですよねなるほどねチャタンはだからまあゼロって言ってたら怒られるんだけどもう低い確率農業委員会が沖縄でないのがチャタン町だけっていう嘘本当の話であそうなんですかそうそうそうだからそのぐらいやっぱりその農耕の面積が少ないということで農家が少ないわけですよねだから一次産業内二次産業も少ないもうほぼほぼ三次産業っていう偏りがやっぱり今でもあのホテルとかいっぱいできてきて伸びてはいるんだけれどもめちゃくちゃ増えてるしそうそうそうだけどもやっぱりやらないといけないもっともっとあるんじゃないかなって思っててなるほど、まあ、そんな中でもやっぱりこの人手不足の件も、ね、新聞にも書かれてますけどそこもやっぱり注視しないといけないという、ね、そうですね着目しないといけないというでも本当に産業構造ってお話がありましたけどその産業バランスっていうのはどの地域においてもこれはもう必要不可欠ですね、はいはい、だからここを考えないと、はい、これからあの本当に課題じゃないかなと思いますけどね、うん、なるほどねいやでも本当に、大きくキャッチコピーにありました本当に製造業を支援し伸ばすっていうのは、お膝元地元茶壇町でおいても必要なことであるということが特産品 ね、 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 あねそう言ってましたね特産品そうそうもう読谷のふるさとのぜ見たらもう羨ましくていやいやいや本当に僕なんかは他の市町村を常に見てるんですよでもやっぱりでもそういうあの情報の共有がそうそうそう、ね、お互いをねそうそうそうプラスに、まあ、転じていくっていうのはあるかもしれませんね、うんうん、本当に情報交換しながら、うん、いやよその商工会とかねよその市議いろんなことこんなことやってるっていうのね、うん、まさにそう本当丸パクリでもいいよと思ってるんだけど、うん、まずはパクリからでもいいから進めていかないとそうなんですよね一から学んではもう間に合わないですもんね、うんうん、企業はもう目の前に今会員さんがいらっしゃるわけですからね、うん、いいところどん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 真似していって、うん、自分の地域でもできればいいしそうですね、うんそれにおいてはある意味県連会長においては逆にその他府県からどんどんこう情報を共有していくっていうのも大事な役割かもしれない、ねまあ、そして情報を発信していくという ね、 ね、はい、ぜひあの今日の時間は何かのこうスタートアップになるんじゃないかと思うぐらいのこう感じがしながらねこう第一コーナーが過ぎていくわけなんですけどもこの後もどんどん、県連会長にね、沖縄県商工会連合会会長にですねお話を伺っていきたいと思いますので1時間お楽しみにしてくださいそれでは一旦コマーシャルですThank you.
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は、この度、沖縄県商工会連合会会長として就任しました、現北谷町商工会会長でもあります米須義明さんを招きしてお話を伺っております、はい、よろしくお願いします。いやでも本当にこうやってお話をお県連会長と私がこうやっているとなんか俺もなんかちょっとこうなんか偉くなったような感じがしてですね。でも俺もいやいやいや会長一緒ですよ。もうなんかこう沖縄県の経済をねこう共にこう会話してるみたいなことでね、あなんか俺もなんかちょっと偉くなった感じがしてですね、ちょっとなんかこういう番組っていいなと改めて思ったりします。いやいやありがとうございます。嬉しいな今日来ていただいて。いやでも会長だられてこう取材構成も多いじゃないですか。そうなんですよ ね。ありがたいことになんか、うん、さっき言った時の人ってまさに自分で言うのもなんだけど、いやいやこんなになんか取り上げていただけると本当に思わなくて、まあ、実は最年少ではなかったんですけれども、えそうなんですよ、はい、商工会連合会ができた時の会長がね、はい、47市町村しかなかったんで43歳だったって、その時の会長が実はそうなんだ。そうそう、ところがすごいな、その後の、10人の中で一番若いということで、うん、あまあ、そういったことで取り上げられたっていうのはやっぱあると思うんですよ ね、はい、だってラジオ聞いてる皆さん方すごいんですけど、実は僕と一切違い、年齢、ね、的には65年一緒なんですね。そう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 、で早生まれで、そうそうそう、ね、学生はティッシュじゃん、シージャーシージャーですからもうね、はい、僕はとこありますけど、うん、でもこの世代がもう県連会長になるっていうことは本当今おっしゃるように10年内なかったっていうことがあれば、うん、すごいですよね。そうですね、でも僕もね、あまりも若いとも思ってもいなくて、実は、うんうんうん、もうね53だしお互いそうさ ね、 確かにね、いつまでも若い若いと言ってられる年でもないなと思ってて、やっぱりもう自分が言ってるだけみたいな、そうそうそう、前どんどん出てって、ね、やっぱりやることやっていかないとあっという間に終わってしまうから時代は ね、 そうですよねと思ってるんですよね。確かに、うん、でも本当に、ね、会長も就任の時お話しされてましたけど、やっぱり多分この34市町村の会長の中では一番体力がある。もう体力勝負、あとは、ね、実は事業所がね、チャタンスポーツランド、そうなんですね、はい、なので、はいはい、もうそういう意味ではもう相当鍛えられてきてるんじゃないかなと思いますけど、はい、ジムは行ってないんだけど毎日プール歩いてるんですよ、実は毎朝歩いてる。すごい、1時間やっぱり健康に意識してる。だって健康スポーツセンターだから俺太ってたら商売ならないじゃないかっていう話でしょ。なるほど、説得力ないでしょみたいな、そうだ、怒られるんで。あ、なるほどね。いやでも素晴らしい、でも本当にね健康には留意されて、はい、ね、はい、我々の代表の会長ですので、はい、中部から の、 県連会長っていうのはまだ15年ぶりだったんですよ。15年ぶり、そうなんですよ。で今まで南部、うん、北部行ったり来たりしてたんですよね。先島はちょっと遠いからっていう会長は出てないんですけども、南部中部、南部北部からずっと出てて、はい、で今度中部からどうしても出そうということで、中曽根さんの前の国吉前会長が、はい、もう超燃えて燃えてましたよ。超プッシュされて、うん、そうそうそう、もうところてん押し出されて本当ね、私たち三役会の中でも常に、中部会長会帰られてくると、うん、やっぱりもう絶対に中部から出すんだっていうこと、すごい意気込みでお話しされて、その中部8市町村で押されたっていうのはとても大きかったですね、うん、でもね本当にそういう流れが中部がイニシアチブを取るという意味ではね、うん、我々も誇れるしですね。そうですね、うん、で今その中部商工会県連出てるし、うんうんうん、市長会はうるまの島袋市長で、町村会の会長は、北中の荒垣村長。そうなんだ。そうそう、だから中部今結構なんか来てるぜ。来てますね。そんな感じなんですよ。なるほどね。あ、こういう話を聞くとまた嬉しくなっちゃうね。そうなんですよね、うん、そうですか。まあでもそういうね、重責ではあるわけなんですけれども、本当にもう前に進むのみだということでね、はい、お話を伺いながら感じるとるわけなんですけども、さてまあ、会長として、まあ米須会長が今後どういうふうにこう県連をこう引っ張っていくか、まあ背負っていくかということにもなるかもしれませんけど、はいはい、まずはどうですか。まずやりたいのが34商工会全部回ってみたいなと思って、そしたら絶対県連の人迷惑なんだけど各担当の人も迷惑かもしれないけどいやいやいや、でもやっぱり実際現場見てみないとなっていうのもあって、うん、
って、うん、で行ってそこの問題一つずつ拾っていって、うん、じゃあ県としてどうやって解決していくの、うん、っていうことかなと思ってて、はい、絶対その地域で問題点違うと思うんですよ、うん、まあ、同じ問題点いっぱいあると思うんだけれども、うんうん、それぞれのやっぱりいいところ悪いところ問題点とかも含めてあると思うので、うん、実際やっぱり行って見てみたいし感じてみたいなと思ってるんですよね、はい、なるほどね、まあ、それは例えば、例えば読谷村商工会に来ました、やっぱりこう我々その役員とか、うん、あるいは理事の皆さん方との交流を含めながら、それも含めて、はいはい、まあ、できるところとできないところがあると思うんだけれども、うん、ね、うんうん、でもできる限りそれに近い形でやってみたい、はい、と思ってますね、うん、そうですね、やっぱりこう県のね、商工会連合会の方に、丹所はこういう思いがあるんだよっていうことをやっぱりこうアピールする機会も、うん、そうなんですよ、欲しいですね、私たちは。それとやっぱり、うん、県連っていうのはやっぱりその丹所のためにあるの県連だから。ああ、なるほど。そうなんですよ、僕らほら全ては会員のためにってね、丹所はよく言うんですけど、うん、ですね、県連っていうのは全ては丹所のために、うん、ね、単独の商工会のためにっていうことで、うん、それが県連だと思ってますんで、はい、なるほどなるほど、まあ、確かにそういう意味では私たちも、まあ、今日もね、こうやって県連合会本来であればね、例えば FM 沖縄さんとか RB さんとかラジオ沖縄さんとかね、まあ、そこにもご出演なさるんでしょうけども、僕はもう同じ中部のちょっと絡みとしてぜひ俺の番組に出てほしい、ラジオ第一号ラジオ第一号いやでも本当嬉しいですね、はい、でもそういうことをやっぱりね、読谷の商工会の皆さん方に、はいはい、中部あるいは中部地区のこう電波届く地域の皆さん方にですね、はい、やっぱりこう我が中部から、沖縄県の商工会連合会の会長が出演したんだということ、はい、一般の方々会員になってない皆さん方にもね、うん、そうですね、商工会なんぞやというところから含めてですね、あ、なんかこう茶壇から中部から出てるみたいよっていうふうに、うんうん、こう自慢できるようなものになっていただけるといいなって思うんですよね、はいはい、だからなるべく、まあ、目立ちたがり屋ではないんだけど、うん、やっぱり商工会って、ね、先ほど言ったり、はい、なんぞやっていうのはどん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 、うん、訴えていきたいなと思ってますし、やっぱりその商工会としてブランド、うん、商工会に入ってよかったなっていうね、そうですね、こういうの作るのがね、僕ら会長の仕事じゃないですか、うん、はい、本当、うん、そう思いますね、うん、まあ、そういう意味ではこのブランド作り的な形でこうそれをまたこう県連ブランドを PR していくのもこの30を巡りに当然あるでしょうし、はいはい、情報を収集していってそれをまた反映させていくっていう、まあ、そういう意味ではでも34商工会というと結構離島もね、うん、あるしね、与那国でありますからね遠いなみたいなでも自分でハードル上げたなと思うんだけど、いやでもね、うん、ある意味そのご自身のお膝元茶壇町であったりとか、まあ、ある意味与那国南大東、とか南、あ、そうか、南大東ありますね、南大東もある、そうですよね、そうなんです、ね、それぞれやっぱり違いますもんね、そう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 、だからやっぱり南大東なんかやっぱ農業が多いんで、うん、ね、すごいですよね、商工会でも、ね、そう、うん、だけどまた与那国に行ったら違う事情があるだろうし、うん、まあ、そういうところをやっぱり実際目で見たいな、うん、見てみたいなっていうのはやっぱあるので、うん、ね、まあ、そこで本当に拾った問題点は必ず何かしらで解決していきたいなっていうね、うん、そういう糸口作っていけたらいいなと、そうそうそう、それには琉球新報さんにね、会長がコメントを落とされてました、商工会連合会長で力を入れたいっていう一つの中に夜津支援拠点っていうのがありましたね、はいはいはい、コメントがありましたけど、はい、あれはすごいなんかこう力を入れていきたいというコメントの一つでした。夜津支援拠点っていうのは、うん、その各中小企業の皆さんが抱えている、はいはい、例えば看板どうしたらいいとか本当にちっちゃなことから、まあ、法律の問題とか含めてどうやったら売り上げ上がるかとか、はいはいはい、例えば IT 使ったらどうかとか、仕事の効率化、ポスレジこういうことしたらいいとか、本当に細かいことまで相談に乗ってもらえる、よろず支援っていうのがあって、まあ、毎週日曜日タイムスさんに出てますよね、記事で、ね、そういったことなんですけども、それを今那覇の方でやってるんですけれども、去年から、中部北部にも、はい、まあ、出張ということで、なるほど、嬉しい、はい、中部でもあるんだ、うん、あは、そうなんですね、なかなかこう我々、ね、中小のメンバーからすると、例えばある意味さらにこの位置的な形で離島もそうなんでしょうけど、中部でもやっぱりなーってちょっと一日がかりになっちゃうなーって、仕事一応さんもの相談しにも行けないさっていう人たちいるからもしれないけど、中部とかでやっちゃうと嬉しいですね。そうなんですよね、だからそういった告知もね、これからどんどんやっていかないといけないし、それがやっぱり商工会の価値になるんじゃないかなと思ってるんですよね。そうですね、やっぱりもっとね、僕も今回会長になってよく言われるのは、生からな会長が番内ラジオで商工会の PR しようってよく言われますけど、
本当にまさにやっぱ広報活動は大事かもしれませんね、うん、そうなんですよ、うん、商工会自体知らない人ね結構いらっしゃるん で, です、ねうんまあ、でもこの先ほど言った34あの単勝商工会巡りっていう形でねお話された時にやっぱこういうことを直接その県連会長がよろず拠点とは何ぞやっていうところを支援っていうのはどういうもんなんだっていうことをねやっぱこう PR することであじゃあうちにもお願いしたいなとか、うんうん、そうですね、はい、できてくるかもしれないし、はいはいうんやっぱりあのそういう声だったらあじゃあこういうものを活用できるんじゃないマルケ先ほど融資とかもそうでしたけどそういうのを使えるんじゃないとかいうのをねこう直接お伝え、うんうん、もちろんその団長のそれぞれの会長もねお話されてると思いますけど、うん、県連としてできることそうですねそうそうそうもっともっとアピールしていきたいなと思ってますね、うん、ね、はい、そういうことができたらいいなと思ったりもしますでもちょっと気になるのはやっぱり実は今私お伝えしている沖縄県商工会連合会の会長としての話を伺っているわけなんですけども短所いわゆる僕なんかそういう呼びますけどそれぞれ地域の商工会、県連会長で言えば、北谷町商工会北谷町商工会の会長も同じ一緒にそうそうそうなんですよね兼ねてるのね兼ねてるんですよねそうそうそういう意味では、まあ、ちょっと次のコーナーで、お膝元茶壇町のね、あの商工会のお話もちょっと逆に僕はあのちょっと何かパクるものないかなと思ってはい、はい話をちょっと伺っていきたいなと思いますし、うんうん今の実情もね、お隣近所どうなってるのかなっていうことも踏まえながら。それから茶壇町の商工会の PR もそうですね、まあ、またちょっとやってもらいたいな あんまり文句ここで言ったら怒られる言いたいこといっぱいあるんだけどいやいやいやもう、何なりと言ってもらって、はいはいはい、もう吐き出してストレスがないようにしてもらいたいなと思うわけなんですけど、はい、そういうその、茶壇町商工会連合あごめんなさい茶壇町商工会の、会長も兼務してるっていうことも、はい、また同時にこうお伝えもしていきたいなと思ってますので、はいはいはい、次の時間でまたよろしくお願いしたいと思います、はい、さあお送りしておりますユンタンジャ出番です今日は、沖縄県商工会連合会長に、連合会会長に就任なさいました小松義明さん、茶壇町商工会の会長をお招きしてお話を伺っておりますこの放送は地上波 FM78.6MHz そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしておりますので後に YouTube でもアップしますので、この録画もぜひ、ね、ご覧になっていただきたいというふうに思いますよろしくお願いいたしますさあそれでは一旦小松さんなさいましてこの後はお膝元茶壇町商工会のお話を伺っていきたいと思っておりますコマーシャルです
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。後半に入りまして、今日のゲスト沖縄県商工会連合会会長小梅須義明さんをお招きしております。後半もよろしくお願いします。はい、今の後半、はい、本当ですよね。もう時間が経つのが本当に早いって感じですけどさあ、沖縄県商工会連合会会長34町村のですね、取りまとめをしている本当に、我々の本当に大ボスなんですけども、実は、お膝元ご自身も茶壇町商工会の、短所って呼んでますけど、それぞれの商工会の会長がこう連合会の会長にもなるということで、ご自身は茶壇町の商工会の会長であるということでございまして、茶壇町の商工会としては今何期目になるんですか？今2期目を、3期目ですね。あ、3期目に入って、はいはい、わお、1期に 3年、1期3年だ、ということは6年を終えて7年目に入って、はい、これから8、9という形になるわけですね。いやでも両方、僕ね、この読谷の商工会の会長になったのも大変だなと思うんだけど、両方やるって大変ですね。今副会長にも茶を集してチャフリもうでもあれですね、小林会長があの県連の会長になるってなった途端、副会長としても腹くくらんといけないですね。そうそう、彼らもね、まあ、そうだったんですよ。だからやっぱり、ね、その話が推薦された時にですね、僕らも役員改正の時期だったんで、いろいろなちょっと組織の再編とかも含めて、ありました。そうですよね、はい、そこではスムーズに、はい、一応、はい、もう いろいろあったんですけどね、ないことはないんだけど、ないことはないよね、うん、まあ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 、今もちゃんと落ち着いてますから、収まるところに収まって、ね、はい、はい、でもある意味本当に副会長さんが本当の意味での副会長ですね。そうそうそう、会長代行で、そうなんですよ、ね、はい、やっていただいてるという、はいはい、まあでも茶壇町商工会、今会員はどれくらいなんですか？今820。ああ、820会員で、はい、840だったんだな、はい、でも800余りの会員で、はい、その茶壇町っていうとやっぱあれだけの商業施設を取りまとめるというのは大変なことじゃないかなと思います。まずでも会員増やす結構大変じゃないですか、うん、で本当茶壇の特徴としてやっぱりみんなが茶壇に出たがる、だけど人気は高いから家賃がまず高いっていう中で、そうか、家賃か高いわけで、開けたはいいけど、まあ理想と現実のギャップで1年したらもうなくなってしまうとかって結構あるんですよね。なるほどね。空き店舗ってあまりないんですけれども、回転がちょっとあるっていうのが現実で、ね、だからこれ僕らの力不足もあるねっつって商工会としては、あ、なるほど、支援、そう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 、もう少しやっぱりちゃんと商売ができる環境っていうのは僕らがちゃんと作らないといけないんじゃないかなっていうのは指導員の皆さんにいつも言ってるんですけどね。なるほどね、うん、そうか、確かに。でも沖縄全体的にそういう流行り的なもの、うん、先ほど会長おっしゃってましたけども、やっぱりそのこれ流行りだけ追っかけてしまったら、うん、流行りは常にいつか終わるっていうのが決まってるわけですからね。ただ本当に恵まれてるなと思うのはほら、うん、お隣の北中に大きい、あ、ね、デカムさんできてね、そう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 、そうそうそう、その時僕またその時も時の人でしょっちゅう新聞出たんだけど、でしたね、もう茶壇の売り上げが半分になるとか、うん、言われてましたね。そういう時代もあったんですけど、うん、まあ開けてみれば、うん、やっぱりそのお客さんは、まあ、両方ね潤えばいいことであって、うん、ね、うん、どっちも巡回しながらっていう形で、うん、大きな影響を受けなかったっていうのが、うんうんうん、実情で、本当ですね、はい、うん、むしろこう中部に誘客してきたっていうね、誘引力が高まったっていうのはあったかもしれませんね、うんうん、本当にだから、うん、それも乗り越えての茶壇町だったので、はい、本当に良かったなと思って、まあ、で今やっぱりその観光協会とか含めて、はいはい、観光協会、飲食業組合、そして漁業組合さんで、うんうん、アメリカンビレッジ事業者会とかしょっちゅう会議しながらやってるんですよね。うん、アメリカンビリッジもうだいぶ変わりましたね。そうですね、先日2、3日前ですが、僕週末に行ってきたらですね、あ、ちょっとリンケンズホットさんに行きましてですね、ちょっとご挨拶しながら行ったんですけど、終わってからちょこちょこ僕を回ったんですけど、もうあそこなんか沖縄じゃないね、うん、海岸線、海岸線、ね、海端はもう、ね、全然違う、びっくりしましたよ、うん、これほどに変わってるのかって、うん、いい街になりましたよね。僕らが見ててもやっぱいい街になってきたなって思いますね。ねえ、あそこは本当に沖縄を代表する、うん、もうリゾート地の一つになったんじゃないかなと、うん、前はもう観覧車がシンボルだったんだけども、うん、今逆にもう海側の方のね、デパイランド側の街並みっていうのはもう茶壇のシンボルになってますね。なんていうのかな、なんかワイキキ的なイメージで散歩してる人がリゾート客なんだっていうイコールになってきたんですよね、うんうんうん、散歩してるって
なんか地元のおじいおばあが犬連れて歩いてる感じにしますけど、うんうん、向こうでは違うんですよね、うんうん、もうこう歩いてるリゾート感覚で散歩してるっていうか、うんうん、ここがやっぱ茶壇の強みだなってすごい思ったな、うん、あれはだってあれあの漁協のあの何だっけ、近くにあるフィシェリーナ、うん、そうそう あそこまでずっとだもんね、そうそう繋がってる繋がっててね、うん、でもっとなんか綺麗にしたいなっていうのもあって向こうにもう少しビーチ整備したらとかいろんな今あの要望も出してて、あそうなんだ、うん、でもあれは相当な事業だなと、そういう意味では茶壇町商工会と茶壇町行政っていうものはすごく密接なつながりっていうのは大事かもしれませんね、うん、あの結構あの話し合いもよくしてて、あで、はい、行政とやっぱり商工会両輪となってっていうのはもうずっと言ってて、そうですね、もっと補助してちょうだい、もっと補助してちょうだいってお願いして、これもう一回言ってください、ね、ちょ聞いてるかな、ちょっと聞いてるかな、なるほどね、うん、いやでも本当そう、そういう意味ではその先ほどちらっとおっしゃってましたけど、やっぱり新しい店舗展開としてこう茶壇町に来られた方々にどういうふうに支援をするのかっていうことは、うんうん、やっぱり経営指導員の、まあ、増員であったりとか、うん、指導時間っていうのをもう長くするっていう、そういう意味は必要不可欠かもしれませんね、うん、後ろからこう、もう今後ろだってうちの指導員も今いっぱいいっぱいな分だから、そうね、そうそう、まあ、どこでも一緒だと思いますけどね、うん、そういう意味ではやっぱりね、あの行政の補助っていうのは大きな立ち位置にあると商工会は思いますので、はい、まあ、何せ商工会っていうのは今沖縄県の私たちの話してましたけど、全国連といって全国商工会、そ う, そ, う そ, うそうなんですよ、だから47都道府県に全部あるんで、あるんですよね、そうなんですよね、ある意味その法的に、まあ、昨日ちょっと話しましたけど、まあ、1960年にその法律として商工会が、施行されたという時から、ね、まあ、今があるわけですから、もうある意味その任意団体ではないですからね、そうそうそう、法律に認められた団体ですからね、そういう意味では、うん、これをうまく活用しないではないということもあります、うん、それから行政としても商工会をどう活用するのかということも一理ありますよね、だからやっぱり、うん、いろんな組織団体あるんですけれども、やっぱり認められた経済団体というのは商工会なので、うん、そうですよね、はい、ぜひ商工会に入っていただいて、うん、そうですよ、活用してほしいと、はい、入るだけでダメなんですよ、ね、え、そうなんです、そうなんですよ、そこみんな言うんだよ、うん、入って何かメリットあるねとか言う人すごい、入っててもメリットないねって言うんだけど、うん、いやいや違うでしょと、メリットあるないはあなたの問題ですよと、で商工会の事務所に行きましたかと、うん、次は質問したくなるんですよね、うんうん、やっぱり足を運んで、うん、やっぱ相談をして ねセミナーとかもあるし、いろんなことやってるんですよね、さっきのよろず支援拠点もそうですけどね、そうそうそう、まさにそういうのが、うん、それぞれの地域の商工会にもその窓口があるわけですからね、うん、入るだけで儲かる組織だったらみんな入りたいと思いますよねそれはそうですよ、そうなんですよね、そうそうそう、商工会に入ったら儲かるって言ったらね、うん、もうみんなやりますよ、そうそう、それはもう全部全部、はい、いやでもね、そこをうまく活用していただきたいと、はい、でも今話戻しますけど、茶壇町商工会、まあ、そういうその、三次産業っていうか、本当にこうサービス業が多くなってきてる、その中でも課題としてはやっぱり一次産業だって話をされてました、ちらっと今コメント出ましたけど、漁業との関わりっていうのも、はい、やっぱりこう意識されているようなことをちょっと感じるわけなんですが、まあ、漁業組合っていうのが茶壇町あって、うん、フィッシャリーナの方を、拠点にやってるんですね、浜屋漁協とフィッシャリーナ、はいはいはい、でやっぱそこで漁民の皆さんが、うん、いろんな特産品開発そこでやってもらえたらいいなっていうのもあるし、あ、なるほどね、逆にその観光漁業っていうの、はい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 、そういったことも、はい、できるんじゃないかなと思ってて、お互いウィンウィンになれればいいし、なるほど、いわゆる観光業っていうのが突出して茶壇町商工会としてのカラーリングになってるんだけども、その一次産業である漁業と一緒になってもらえるような仕組み作りをこれからやっていくという、そうそうそう、そうなんですよ、これはもう確かに地理的には抜群ですもんね、そう、そうなんですよね、もう絶対で、ね、先ほど言ったように、まあ、歩いていったらフィッシャーリーナに着くっていう、マリーナに着くっていう、だからさっき言った、うん、ちょっと畑が少ないのが残念、うん、だから特産品がなかなか出ないっていう弱点もあるんですけど、うん、これが読谷うらやましいな、そこなんだけど、あ、読谷は農地ですね、うん、魚もいっぱいあるじゃないですか、うん、ただちょっとそこの辺がまだ弱いなと思ってて、うん、さっきね、さっきからもそっち言ってるその製造業とかその漁業農業大事だよっていうのはそこだと思いますよね、茶壇、うんうん、はいはい、にとってはそうですね、うん、なるほど、でもまあ確かに今も開発も進んでて、58号線沿いとかもさらに拡張整備されてすごい、また
そうですね、これからまた楽しみですね。ちょっと時間かかってるのはほらあれあの基地の返還がないとね進まないっていうのがあって、でも58号線慢性的な渋滞で、はいはいはい、あの今那覇から西海岸道路がつながって、うんうんうん、もうチャタンでって詰まっちゃってるんでね。ああ、もう会長が言うから言うんですけど、確かにその通りですよ。僕なんかもうチャタンでね、もうちょっとなんか頑張ってくれればなと思うけど、ね、そうそうそう、あとインフラですよね。まだまだね時間かかりますよね。そうですね、だからあそこどうにかしてほしいなっていうのはずっと言ってますけどね。そうね、うん、でもそんな中においてもあれは宅地になりますか、国体道路周辺。すごい、道路側は商業地で、うん、中側も宅地、宅地で、はいはい、あれもまた人口もかなり増えるんじゃないですか。そうですね、増えていってますね、今3万人ちょうど、はい、あれ最高な場所ですよね、うん、ゴッパチはあるし、まあ、今インフラとおっしゃってますけど、当然住む人はもう道路が沖縄にとっては一番のもう焦点になってくるので、うんうん、そういう意味では高速にも近いし、うん、58号にも近いしっていうことで、もう南北どこにでも行けるような場所ですからね、まあ、本当に沖縄のへそって僕よく言ってるんだけど、まさにそう、うん、そういう意味では本当にああいう、まあ、開拓がどんどんなされていくっていう意味では、まあ、すごいなって思ったりもしますけども、まあ、あとはあれですね、やっぱりこう、まあ普天間にも似たような宜野湾にも同じことを言われたりするんですけども、やっぱりこう下と上とでの部分があって、北谷町もね西に偏ってるんですよね、うん、リゾート地区と旧北谷村っていうかね、うんうん、そういう場所とのその住み分けみたいなのがまた今後必要かもしれないし、ただまあ実際やっぱり発展していってるのは西側っていうのはもうこれ間違いないんですけど、やっぱり東側にも企業とかお店もありますから、これがやっぱもっと分散できるようなインフラも含めてね、今コミュニティバスとか回してるんですよね、回してますね、そうそうそう、だからそういった形でもっともっと観光客の皆さんも含めて東側にも行ってもらえればなっていうのは、これも行政と一緒に観光協会も含めてやってるところですね。まあ僕なんか読みたんからするとですよ、まあ、ちょっと、まあ二来もね、二来消防も茶壇嘉手納読みたんというね、こう団体を作りましたし、うんうん、消防としてはそういう、ね、交流というか、まあ、そういう提携を結ぶ、なんかそういう形のそのエリア的な部分で、本当からいや茶壇嘉手納読みたんなんて一つの村になってる、うんうんうん、市になってるとかも当たり前のところでしょうけど、うんうん、そこら辺をうまくこうできたらいいなって思ったりもしますよね。そうですね、連携できればね、うん、どなたかのね、村長かだったかな、どなたかおっしゃってましたけどね、コミュニティバスの相互乗り入れ、こういうのをちょっと商工会で勉強していきたいなって僕はちょっと話がありましてね、まあ今ユミタンとそれから茶壇町がコミュニティバスっていう形で運営してますけど、その間のカテナをね入れてやれば、それぞれのコミュニティバスで茶壇まで行けると、おユミタンの人とってもラッキーかなと、茶壇からラッキーかどうか別だけど、いやいや、その俺的にはね、これをちょっとね、まあ今後また町村の商工会でもね、まあ西海岸の二大地区としてなんかこういう勉強会ができたらいいなと、面白いですね、ね、そんなこともちょっと思いながらね、茶壇町、せっかく小水会長こうお付き合いができるようになってくるわけなので、嘉手納の村山会長とね含めて、そうですね、二大地区の商工会としてもなんかできたらいいなと改めて思ったりもしますけども、ぜひ、はい、この辺も含めながら、はい、わかりました、丹生の会長としてもいいお付き合いをよろしくお願いします、はい、それがきっかけで何かね別のまだ何かが生まれてきてもいい、うんうん、いいのかなと思ったりもいたします。まあ、そんな夢を語りながら、進めてき、ました、ユンタンジャ出番ですよ、エンディングになります。また、これからの未来をちょっと語っていただきたいなと思ったりもいたします。今日のゲストは沖縄県商工会連合会会長、そして、茶壇町の商工会の会長でもあります小水義明さんをお招きしてお話を伺っております。コマーシャルです。
送りしておりますインターネット出番ですよ。もうエンディングとなりました。もう時間がめちゃくちゃ早く感じたわけなんですけどね、はい、今日は本当ありがとうございます、はい、今日のゲスト沖縄県商工会連合会会長コメス会長でございます。さあもうエンディングといういるともお話を伺ってきましたけれども、まあ、県連会長としてだったりとか、まあ、商工会とは何ぞやとか、それから北谷町商工会のまた、地元のお話も伺いましたし、最後になりますけどせっかくの機会ですから、ね、はい、会長、まあ、もう一つ、まあ、県連会長、北谷町商工会長、もう一つ、ご自身の会社の社長としての役割もあるわけですから、そうですね、そこはちょっと PR しないと私たちは一商工会いびかって言われますよ。はい、で事業所の紹介も、北谷スポーツセンターで今、うん、代表取締役をさせていただいておりまして、まあ、うちの会社のスポーツセンターですけれども、ご承知の通り、うん、スイミングスクール、もう読谷の方いっぱいいらっしゃってますので、ね、はい、スイミングスクール、うん、アスレチックとテニスと、うん、でボウリング場もありますし、居酒屋もあると、でお父さんはレンジ行って、うん、子供バッティングセンター行ってと、家族みんなで、そう、そうなんですよ、うん、それと、もう一つ、早原の方でスケート場もやってますので、え、知らなかった、そうそうそう、あれ、うちの会社なんですよ、実は。サザンヒル、そう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 、うそ、そうなんですよ、知らんかった、はい、あそこの方にもボーリング場とスケート場がありますので、夏もやってますから、なるほどね、沖縄で一番涼しい場所なのでぜひ遊びに来ていただきたいと思います。そりゃそうだ、いや素晴らしい、なるほど、そうなんだ、知らんかったな、そうなんです、これあんまりなんか自分たちの宣伝の仕方が悪いのかいやサザンヒルはみんな知ってますよね、うんうんうん、そうそう、CM もなんかこうね、はい、なんか道路をこうやって行って、あれは一番分かりやすい。そうそうそうあ、なるほどね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。はい、ぜひご利用ください。ね、はい、でも茶壇スポーツさんの長いですもんね。もう40年ですね。気がついたらあったもん。うん、そうですね。でもボウリング場はね、もう私たちもよく利用させてもらって、ありがとうございます。今居酒屋とねパックになって、はい、ね利用させていただいたりとか。はい、ぜひ、あ、便利ですよ、すぐ上で表彰式できますから、コミュニケーションには一番ですから ね、そういう意味ではぜひねご活用いただきたいなと思うわけなんですけど、はいはい、まあでもレンジはねまた本当に打ちっぱなしのレンジはもう読みたもなくなりましたので、もう今はもう茶壇の方が最近ねレンジが少なくなってるんですよ、ね、そう少ないんですよ、あら、そうなんだ、そうそうそう、よく言ったな俺、本当昔はね、最近やってないですか、いやもうこの FM やってからほとんど久々に前回ゴルフしましたね、あ、もう、まあ、散々って言ったら当たり前だから、まあ、よくできた方だなと思ったりもしてますけど、うん、もう昔はもうよく行きましたけど、あ、最近でもゴルフのコンペとかがほら少なくなってきたじゃないですか、あ、そういうせいもあるんじゃないですか、ね、そうですね、うちは毎月まだやってるんですけどね、コンペね、もうなんか昔は少年野球がどっか行くって言ったらコンペみたいな感じでね、資金造成が多くなったりとかありましたけど、でもゴルフもやっぱり久々に僕もこうあのザンパゴルフクラブさん回ったんですけど、もう汗だくになりながら今からきついですね、あ、今の時期はそうですけど、でもやっぱりこう日頃スポーツっていう感覚が、先ほどね、毎朝こうプール歩いてますよって話されてましたけど、やっぱりそういう機会がやっぱり、ね、ないっていうのもあって、まあそういう意味ではぜひね、あのラジオ機の皆さん、チューブの皆さん方は茶壇スポーツランドの方にね、はい、足を運んで、はい、汗を流すのもいいかもしれませんので、よろしくお願いしたいと思っております、はい、さあ、もうエンディングになりましたけれども、最後になりますが、まあ、沖縄県商工会連合会会長として、はい、まあ、先ほどね、34町村巡りもしたいなっていう話をされてましたけれども、まあ、ご自身として、これからのなんか抱負最後に締めていただければと思います。そうですね、もう、まあ、くどいようですけど、僕らやっぱ中小企業 の発展のための組織ですから、うん、沖縄県でこの中小企業が掲げれるような場所づくり、うんうん、それをどんどんやっていきたいなと思ってます、ね、うん、だからもう10年20年先、うん、本当に僕らが笑える社会作っていきたいなっていうね。そうですね、はい、まあ商工会本当に会員のためにっていうことでありますけども、その会員の皆さんとのやっぱり相互協力によって商工会もまた成り立っているわけで ね、うん、あるわけですから、そういう意味では、今おっしゃった場所作り、本当にそのコミュニティ
いわゆるコミュニケーションを取れるコミュニティっていう場をいかに作れるかが、そうですよね、うん、やっぱり会長職としては県でもそうですけど、うんうん、まあ、そういう意味では34町村市町村巡りっていうのもそのコミュニティ作りであり場所作りであると。そしてもっと県連会長には商工会をどんどん河野場で PR して、はいはい、頑張ります、ね、商工会こんな大きい団体っていう、うん、今私 CM 中にもお話伺っていろんな経済団体ありますけどやっぱり商工会が一番大きいんだということで、そこにおられるもまた誇りを持ちながら、ね、そうですね、うん、草の根ネットワークじゃないですけど、はい、地域にこれだけの力があるんだっていうことを、まあどんどんこう発信していただきたいなと思います。なんか沖縄県の商工会の、加入率ってやっぱ全国でも高い、そう、組織率高いんですよね、はい、ということの話がありまして、まあ、そういう意味では、もっともっと全国に PR もできる。で商工会が増えてるのも少ないんですよね、沖縄ぐらいですよ、うん、増加率、そうそうそう、ああなるほどね、組織が増えてるな。いやでもね、茶谷町もそういえば去年度すごかったですね、相当頑張りました。僕一人で20件ねえ、そうおっしゃってました、はい、そういう意味では本当に会員を増やすことがそのまた、商工会のバロメーター、沖縄県の商工会連合会もまたさらにそのバロメーターになるという意味では、県外への情報発信もね、はい、また会そうですね、小水会長にはぜひお願いしたいアピールしていきたいと思います、はい、ということでお伝えしてきましたけども、さあもう1時間近くにあたってお話してきましたが、本当にこれから、商工会企業経済団体としてのやっぱり力をどんどん、発揮しながらですね、小水会長には私たちのリーダー権威役として頑張っていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日本当にお忙しいところありがとうございました、はい、ありがとうございました。楽しかったです。さあお送りしてきましたユンタンジャ出番ですよ。今日は、この辺で失礼をしたいと思います、沖縄県商工会連合会の、会長という職のもとで今回初めてご出演いただきましたけども、お隣近所茶谷町の商工会の会長でもあります、小水会長とはどんどんこれからもコミュニケーションを取りながらですね、またお隣の、村山会長金谷町の、商工会会長もですね巻き込みながらやっていけたらいいなというふうには改めて思ったりもいたしました。お送りしてきましたインターンジャー出番ですが、今日は商工会の、話題満載でお届けしたわけなんですけども、ぜひね、機会があったらまた、時折ご出演いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。お送りしてきましたインターンジャー出番ですが、今日はこの辺で失礼いたします。また明日この時間お耳にかかりましょう。さよなら、ありがとうございました。I'm not afraid to die.